カサマ氏は日本の士族。日立国の笠間マ城を根拠としていた武士団が著名である。ウフト氏カサマ連は大和国宇田軍カサマを拠点としていた蓮の聖古代の士族。仙台球児本儀、天孫本義の中にウフト氏カサマ連疎大会命という名前が見える。古代士族のウフト氏カサマ連の子孫と思われる大和国のカサマ氏である。 小僧院文書天表商法4年、三鶴寿司祭主記帳に、笠間川氏という名前が記述されている。また、戦国時代には、笠間定介という人物が大和にいたとされる。下野宇都宮氏の一族である、塩谷ともなりの子、笠間寺朝を外している。寺朝は、日立国笠間軍十人が佐藤領し、初めて、笠間を名乗った。寺朝は、武人としてだけでなく、 和歌にも優れ、浄土宗に深く消えした。三代目の笠間聖朝以降の系譜は半然としないが、室町時代初頭の当主は、笠間川朝で、笠間十二が里のうち、石井号の半分が、鎌倉府の御領所であったことから、家朝と次の代の宗朝は、鎌倉久保に従って、室町幕府の支援で、鎌倉府に抵抗を続けていた宇都宮思想家と対立した。ところが、 15世紀後半になると、宇都宮市宗家の求心力が高まり、笠間氏もこれに従って従来通り意地として、朝の字を用いていたのを改め、宇都宮市を烏星親として、綱の字を与えられることになる。15世紀末の当主とみられる、笠間元綱は、宇都宮市に対して陰謀を企てたことが露見して出奔し、重心の寺崎氏らが、宇都宮市に庇護を求めている。 高博のこと推定される、笠松名家の大の天正12年に、同じ宇都宮家中の益子氏と争い、天正15年になって、ようやく主君である、宇都宮国綱に対して、謝罪の起承文を提出している。通説では、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐の際に、笠松名家が御法上氏に加担したため、宇都宮国綱に滅ぼされたとされているが、 宇都宮国綱が佐竹義信と共に、秀吉に排越した際に随行した宇都宮氏の重臣の中に笠松賀家も含まれていることが佐竹氏の記録から判明しており、ご北条氏への加担は事実ではない。おそらく笠間氏は先の益子氏との争いなどで反抗的だと宇都宮氏にみなされて滅ぼされたと考えられている。なお、笠間領の処分には、 秀吉の重臣である、増田長森も関与しており、宇都宮・国綱が、豊臣政権の許可を得て、笠間氏を滅ぼしたことが伺える。その他に、カ武平氏大城支流・タキから分かれた村岡市の支流も存在する。鎌倉時代にゲア国から、秋国に下校したクリス氏を外する。戦国時代になると、クリス氏の一族であった雪信、ノ幸和親兄弟が、 クリスの名字を捨て、笠間を名字とした。兄弟は、吉川産家の国人漁師として活動し、笠間兄弟のいずれか、もしくはこの世代と思われる、笠間行部所有は、吉川常元の娘を妻とし、後に、毛利豊元の諸子である元賃を養子としている。大倉聖高橋死所流の種駅が笠間を名字とした、ことに始まる。ありがとうございます。